さあ今日も元気に実況始めていきましょう。ドバショーだということなんですけども、さあこのキレのいいドリブルを打っているこの少年、実は中学生ということでね、まあ今トマヤにボール取られましたけども、中学生でトマヤに挑んでくるこの勇気たるやね。おーおー、見せてくるね、大人気ないな。おいおい、さあここから決めてくると。まあ中学生の思い出と言ったら、まあ僕野球部やったんですけども、野球部の監督と、まあ、あの男子のトイレでねちょっと出くわしまして、監督が僕のね股間を見て一言ね、まだ生えてないんか言うてさこの話どうでもよかった。ミュージックスタート。さあ4点決めてくる、すいません汚い話ね。さあこっからね巻き返していくのか。まあトマヤンが言うには、この中学生の子、自分がトマヤンがね中学生の時より上手いと。だからこの子結構未来有望かなと思われるとこなんですけども、さあ一回フェイント入れてからここで6点決めてくる。いきなり6点決まっちゃったよ。まあね、トマヤンこっからねもう見せてくるから、ドリブルをほんま。さあ中学生反抗期は怖いよほんま。ここちょっとね見せすぎたら反抗期でもうババアとかね、お母さんにババアとか言ったらあかんで絶対ほんまに。さあ話はそれますけども、さあここからまた抜きを、あと失敗だ、珍しくね。さあ相手の中学うまいな、え、うまいな、普通にうまい。僕はね素人なんでね。お、ここからの、お、決まった2対6。いや、たまたまちゃうね、自分の実力は今ねたまたま入ったみたいな顔しましたけども、素晴らしいよ君は。さあおっと、トメアンが立ちはだかりますが、中学生でここまですごいけどね。さあ続きました、このね当たり前かのように股の下ね通してドリブルして、おっとここで決まるのか、惜しい、ちょっと緊張したか、ちょっとね。さあここでトメアンのドリブルが、やっぱね身長差もあるからね、ここは怖いとこなんですけども、おー、何や今の、プロフェッサーさんがやるね、プロフェッサーさん、ミスタープロフェッサーどっちもいいか。さあここで相手のドリブルな、おっと綺麗ええわほんまに、おん、キレキレや、これあのトリコの小松の包丁ぐらいキレキレやな。じゃあ分からんな、みんなごめんな。ちょっとトリコ出しましたけど、さあここでどうなっていくんですか、楽しませてください僕を。さあ何様やねんということで、おっとここでドリブルうまいな、うわ止めた、今のは反省を受けましたよ。さあトム、おー、これあったわ、お前あったわ、ミュージックスタート、なんでミュージックスタートしてんやろ今。さあここでトムヤ余裕のドリブルからどうなんの、エッグ、はい、というか場内完成ということで、エッグのね、エッグの一言ほんまに。さあここでトムヤまた攻撃2対8、マッチポイントですよ。さあここでね試合が終了してしまうのか、はたまた中学生また反抗期、反抗してくるのか。さあおーおーおー、また抜いた、これは決まるのか、決まってくれ、あーあー、やっぱな、そんな予感してた、うん大丈夫、想定内でもね、果敢にねパッと入れるのすごいです。さあともやん、ここから、おっと、いや素晴らしい、素晴らしいディフェンスです。さあここでもう2対8やからな、2対8で余裕かますな、お前またそんな見せてドリブル、これで決まんのかほんまに、果たしてね。さあどうなっていくんでしょうかということで、おっとまだいかない、じらすね、ジラシックパーク。さあここで、お、画面外に出るというハプニングからの100連決まった、お疲れ様でした。いい中学生です、中3です、中3の俺の、俺が中3できる、うまい、ありがとう、ありがとう。